どうもタクタクです。本日は覇者道ちょっと10連していきたいなということで、いやですね、ナスカが欲しいなと、まだちょっと今月覇者道登れてないのでナスカが欲しいなっていうのは建前で、ちょっと見てください。はい、ちょっと今日はですね、なんと HBC 強度機11月14日放送ですかねの、取材にテレビ取材を受けております。なので、ちょっと投稿した動画をリアルタイムでちょっと伸びていく様をちょっと取材させていただきたいんですよねということで、じゃあ何がいいですかねって言った時にガチャですかねみたいな、ちょっとそういうノリで本日のガチャを引いていこうと、はい、思います。じゃあ行きましょう。狙いはナスカ、ナスカなんだけど、どうしようかな。ちょっと一応見る。俺、覇者道引くの初めてなんですよね。アザゼル欲しい！シャンバラ、シャンバラが全然安定しないから、アザゼルが欲しい。なるほど。狙いは、アザゼルと、ナスカだな。あと、OD も正直持ってない。欲しいか欲しくないかという微妙だけど、OD もあってもいいな。じゃあ行こう。ちょっと10連行きましょう。いや緊張すんな。いろんな意味で緊張するな。行くぞ。終わった。これちょっと持ってますね今日。確定演出は超レアなんですよ。確定演出は超レアで、いやナスカかな。アザゼルかな？行くぜ！やだ、嬉しい。頼む。ナスカ、アザゼル。アザゼルの方がいい！止まれば、止まれ！あれ？いただかな？でも待って、いや、ちょっと待ってよ！絶対期待したアザゼルかナスカだと思ったら。10秒4体目だからね。いや、マジか、また被ったよ。え、なんなんだろう。ちょ、俺ね、ほんとまだこれ愚痴になるんですけど、同じキャラが被りすぎなんだって。ま、クロノスでしょ？クロノスもそうだけど、今回引いた10秒、ま、神かも神かもいますよ。で、もう育成しきれてなくて、もうここに、もう一体でしょ？一体いるし、ここにもいるでしょ？いや、もうどうしろってんだよ。はい、という感じで、せっかく確定演出まで見たんですけど、持ってる10兵衛が当たる。いや、確かに対象キャラで、なってるもんね、野球10兵衛ね。うん。じゃあ、しょうがないね。はい。というわけでご視聴いただき、ありがとうございました。北海道の方、11月14日の強度期に、僕出ますんで、ぜひご覧ください。ご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はいかがでしたか？よろしければコメントで感想を教えてください。あとチャンネル登録はお済みですか？チャンネル登録をしておくと最新動画や過去動画が探しやすくなりますのに、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。パソコンの方はこちらのボタンをクリック。スマートフォンの方はこちらをタップしてみてください。Twitter とニコ生とかもやってますので、興味があればチェックしてみてね。チャンネル登録してくれないと、お仕置きだべー。